皆様こんばんにゃーということでね、今回ね、先日鬼召喚っていうのをやったんだけど418連で、すごく大雑把な計算ではあるんだけど、仮に課金したと全額ね、課金して回したとすれば10万円を超える12万円相当かなの神回ね、最後の最後に418回回したうちの417回目に欲しいキャラがね、星6ちゃんが出たよっていう神動画があったんですが、おかげさまでね、割とうちのチャンネルにしては多くアクセスをいただいたということでね、そのようなこともあったんですが、今回ある意味好対象でね、サムネイルにドーンと乗っけて、私パロディとかが好きなんでね、今回はなんていうかサムネ、内容もある意味好対象だし、内容あのサムネイルもね、先日の鬼召喚のパロディ的な感じで、0円一連召喚、一連っていうのはなんか言葉として日本語として正しいのかどうかっていう議論あるかもしれませんが、パロディなんでね、見た目の楽しさ重視で一連召喚と書いてあります。で、釘宮病トークでね、これやっぱね、その YouTube とかインターネットっていうのはね、私は YouTube チャンネルをそろそろ4年、やったことになるのかなと思うんだけど、やはりね、特にね、これ誰でも見れるわけです。極端な話ね、3歳の子がこう指でいくつか操作すれば、理論上ね、うちのチャンネルに来ることも、私の乗っけてる不思議な動画を見ることも、理論上はできるわけです。実際にね、それ1歳とか3歳の子がうちの動画を見てるかどうかはさておきね、ということを考えますとね、ユニバーサルデザインなんてこともよく言われるんですが、より多くの方にね、できれば楽しく見ていただきたいし、なるべくね、不快になったら、あと内容をこう正しく、こちらの発信している情報をこちらの意図しない形でね、受け取られ誤解されるというようなことないようにね、努めたいなと。私は別にこう仕事でやってるわけでもないし、誰かとね、この動画をご覧になってる特定の方と契約して何かこう配信をしているような立場でもないのでね、大前提として、個人的な趣味でやっておりますんでね、100%、万人すべてのこのチャンネルの動画をご覧になった方に、楽しく過ごしてもらえるっていう保証はできません。保証する気もないし、保証することもできない、技術もないって感じですか、っていうところではあるんだけど、でその釘宮病とは何ぞやって話に戻ると、これ別にね、なんかお医者さんで診断されるようなものでは当然なくてね、釘宮理恵さんという生産がいて、もう好きでしょうがないっていうのを、そういう状態の人を表現するために釘宮病という言葉があります。これは私が発明したわけじゃなくて、そういうのがね、今回の動画を作るにあたってウィキペディアも調べたんだけど、ウィキペディアに書いてるぐらいのね、ある意味その筋では一般的な言葉だったりするんですが、ただやっぱりあくまでもその筋で一般的なだけであって、 YouTube っていうのはね、そのアニメの知識とか全くない方、もしくはね、極端な話1歳の子がね、この動画にアクセスする可能性もないわけではないので、実際に1歳の子がアクセスしてもね、日本語をどの程度理解できるのかって話はあるんだけど、ちょっと話尽きないんですがね、今回のテーマに戻りますと、私ね、早い話が釘宮理恵さんはもうどうでしょう、10年ファンですかね、一貫して、っていうぐらいのね、自称重度の釘宮病を患者なわけでございまして、これはね、医者の診断以下略ということで、これは釘宮さんのファンっていうことなんですね。そんな私がね、やはりね、自分のこの1年以上一生懸命そろそろ500日になるかな、早いですね、このところ一生懸命やってるゲームで、ファン歴10年の声優さんのね、新キャラ星6が出たよってことになるとね、何らかの動画を作りたいなと思いました。ただね、私先日の鬼召喚でね、今画面見ていただければお分かりの通り、もうすっからかんですね。ジェムが一応あるにはあるか、ただこれ何連できる、ちょっと今早速ちょっともうオープニングトーク長すぎたんでね、入りますけど、いいこと、このフレイがとことん遊んであげるんだから覚悟なさい。で、この声についての私のね、ファン歴40年の自称重度釘宮病患者の私からの見解、については後ほど述べさせていただくとして、これ無料だからいきなりやっちゃう？ポン。ちょっと、長々動画撮るとね、皆さんにも申し訳ないんでね。
私もね、管理っていうかね、アップロードが大変なんですよ。そう、短くっていうのはね、私のテーマですね。ダラダラしちゃうの、あんま良くない。はい、でまあここまではお約束で、まあ当然ね、そんな一連で出れば苦労はしない。ただまあうちの動画にも載っけてますけど、以前ねこういう無料ガチャでね星6ボーンっていうのもなくはなかった。2回やったかな。うん、武器って言って武器道具が出たでしょうかね。あ、道具だ。あ、武器道具か。そうそうそう。ただあんまり興味ないんで、そう、私はね、こういう動画をわざわざ作ってるところからお察しいただけるかとは思うんだけど、基本的にこのゲームは可愛いキャラ、可愛い声の声優さんが演じてるキャラ、コレクションゲームとしてがまあ一番なんで、それだけじゃないんだけど、まあ俺杖とかもないわけではないし、ゲーム内でね、いろんな方と楽しく文字チャットでねおしゃべりをする楽しさとか、いろんな楽しさは当然今時のゲームなんであるんだけれども、ただまあ基本的にはね、大前提というところで言えば、このゲームはね、仮に全員むさ苦しいおっさんが登場人物とかだったら、私万に一つもインストールしてないと思うんで、私にとってはね、このゲームの魅力の大きな部分でね、可愛い造形のキャラクターに可愛い声の声優さんが声を当てている。でそれをコレクションしてめでて育てて、どないなもんでですやろうかということで遊んでおるわけでございます。はい、でまあそんなことなんで、まずは無料ガチャが終わったところで、仮に私はまあ取らないし取れないんだけど、フレイさんを星6フレイさん欲しいなーって仮に思った場合にどうなのかってことをちょっと今ね、ほとんどこれミューって出てたの見て分かったと思うんだけど、全然これもう腹から取る気ないし取れないんで見てなかったんですが、今見てみるとね、どうやら35回、11連ガチャ35回やると確定のようです。で1回400ジェムなので、35回ということは14000ジェム、これ日本円換算、私の独自換算である ×10 で円になる、日本円になるという、私の独自換算ではね、およそ14万円程度課金すれば出るということを、まあ、確定するということです。で、あと確率の面のために見ますとね、まあ、私自身が今回取る予定じゃないんで、まあ、これはまあ参考までにということではありますが、1回のガチャで 0.15%。なので、11連ガチャ1回でおおよそ 1.6%。なので、60回、そうですね、11連を60連やると、出るにはおまへんかということのようでございます。まあ、早い話が厳しいですね。はい。24万円相当なんでね。ただ、そこまで回さなくても、一応ね、1回であれば、35回で補正されますよということのようです。こっちを見ますか、流れで。もうちょっとこっちだとね、安いはずなんですね。ただ、確定がないっていうね。0.35×11連なので、3.85 で、まあ、おおよそ 4% ってことにしましょうか。はい、11連で 4% 程度ね。すごい大雑把ですけど、ちょっと甘めに見て 4%。25連プラスアルファかな。25だと実際は足りないはずなので、まあ、30連程度やればね、出ますよと。で、私もだいたい10万円ぐらいかなと予想してたんだけど、350×仮に30回やってすれば、およそ10万円程度。まあ、1万ジェムですか。というのがね、今回のこのフレイ、星6フレイガチャの概要でございますが、ただね、まあそういう情報はね、私ごときが語らずともね、まあ皆様、この動画を今ご覧になっている方なんかはね、私なんかの説明聞くまでもなく多分把握なさってるんじゃないかとは、まあ勝手に予想するんだけどね。まあ、とりあえずそういうことだよ、ということです。でね、0円1連召喚はもう今、さっきやっちゃったんでね、この後じゃあどないしましょうかっていうところで、私のね、このクギーミやリエさんについての語りをね、ちょっと、まあ、1分くらいでいいかな。キリがないんで、まあまあ、適当に、気の向くままに、お伝えしたいなと思うんですが、今回のキャラね、実はね、星5のフレーが私撮ってるんですよ。見せますよ、せっかく動画なんで。ただね、ぶっちゃけ放置。釘宮病なのに。あ、放置じゃないな。結構頑張って育っています。覚醒さんまで行ってますね。何か用かしら？ただね、
私的には非常に残念なんですね。この釘宮さんはね、ツンツン系なんですよ。ツンデレ釘宮なんですよ。これはね、私基準だとね、残念なんですね。私が好きな釘宮理恵さんはね、甘々系なんです。はい、私はもう分かりやすい、可愛い甘々系キャラが好きなんでね。で逆にこういうなんか、ツンツンしたキャラ。で、釘宮理恵さんはおそらく世間的になんでこれだけ評価されてるかっていうと、ある意味その単純な、私が好きなような単純な甘々系ではなく、ツンツンしてるんだけど出れる、いわゆるね、まあこれある意味一般的な言葉にもなってるかなと思うんだけど、ツンデレってやつですね。ツンツン出れる、こちらの方がね、釘宮理恵さんのパフォーマンスは秀逸であるというようなことでね、おそらく世間的にはね、釘宮さんの演じるキャラは神的であるというような話は聞いております。ただね、私の方としてはね、やはりね、まあそれこそ先日撮ったような、ヒルダさんですかとかね、もっと言えばね、造形で言えばね、これもせっかくだから見せましょうかね。FLO はね、基本私声優さんでキャラ撮ってるんだけど、スーさんとかどうでもよくて、ただね、純正なこのポリゴンとかの見た目の造形でいけばね、これボイスつきませんか、中の人、運営の中の人。これ星6になったら私ちょっと10万ぐらいぶっこんこしてる、リアルなの。うん。めっちゃ可愛いと思うんだけど、シアちゃん。はい。ということでね、なかなか釘宮病患者のトークもね、これ語ろうと思うよ、私も。なんせ歴が長いもんでね、こう見ましてね。いくらでも語れる気はするんだけどね。ただまあね、まあ興味ある方、ぜひ、私のこのチャンネルではね、日常的に、まあ日常的にというか、まあ不定期に、ライブの方もやってますので、そちらの方に来ていただければね、まあしっとり、ねっとり、たっぷりね、釘宮理恵さんトーク、可能でございます。どうかね、気軽にね、ライブの方にもご参加いただければと思いますということをお伝えして、セデムさん、良いファンタジーライフをお過ごしください。にゃおにゃお。